からそういうのを含めてもうちょっと頑張ってほしいなみたいな。いや怖い怖いって怖い感じ。こいかし TV の小池です。梶川です。さあ先ほどのドッキリの続きということでね、ちょっともう、改めてちょっともうね、対談形式で高木選手にいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、はい、これがメインでしたからね。もともとはこれがメイン、はい、だからちょっとあの皆さん遊び心出ちゃった、はい、楽しんでもらいたいなって。遊び心出ちゃったんだよな、はい、まあね、いや可愛いもう熱かったけどな、結構熱かったっすね。一応だからあれっすよね、あの何もない状態のことを言ってるわけじゃないんで、まあそうだよね、一応まあチームのこととかもいろいろ踏まえつつ、やってほしいなみたいなところをよりちょっとね、怒ってるかのように。怖かったもん、震えてたよ向こうの方で。震えてました。僕はもう緊張で震えてましただからいやそうっすね、だからまあ本当なんていう、もともと可愛いタイプのやつだけど、あのより可愛くなりました。愛おしい、はい、抱きしめようかなと思うから、ね、いやー、そうか、まあね、今回まあもともとドッキリする前からやっぱ高貴な話を聞きたいなっていうのが俺らとしてあって、ね、やっぱこう、まあ、今年はさ副キャプテンにもなったし、はい、ね、ユニフォームもね、第1選考選考予約ね、第1位です。それだけいろんな人に期待されて、僕らも期待してますしね、もちろんだし、サポーター特にその選考予約してくれる人たちっておそらくもうがっつりヴェルディのことを応援してくれてる皆さんなわけで、その人たちがやっぱり森田浩樹と期待をねしてくれてるし、まあチーム内の選手もそうだし、ちょっとね話聞きたいなあるよね。まあ俺今年で何歳、今年何歳、今年21です。21、でもキャプテンという結構、そうだよね、他のメンバーは割と上の年ですからね。そうですね、多分だから分かんないけど永井さん的にもなんかそのまあ副キャプテン、まあ、5人って結構多い方じゃん、そうですね、他のクラブと比べても。その中で多分まあ役割というかさ、ちょっとベテランがいてこう、まあ、まあ中堅までがいるベテラン気味の選手がいて、ね、下からこう突き上げてほしいみたいなのはやっぱあるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、別に硬くなる必要はないと思いますけど、うん、でもやっぱ責任持ってやってもらいたいっていうのが絶対あると思うんで、うん、その辺はどうね、副キャプテン任命されてどう思ったのか、うん、多分さっきの続いちゃってるから、まあ、もう怖さが、すいません、あのもうリラックスしてくださいこれゆるい声が CB なんで急に長いですよさすがにそうだ、全然緩い感じ。そうそう、緩い感じ、このチャンネルはもう緩い感じ。で、副キャプテン知ってた？そうですね、まあでも最初の方にちょっと永井さんに、うん、副キャプテンやらせるからなみたいなのを言われてって感じですね。その最初の思ったことみたいな、言われてどう思った？そうですね、まあユース時代にもキャプテンをやってましたし、そういう、まあ、キャプテンとか副キャプテンっていうのがチームにとってどれだけ大事なのかっていうのは理解した上でやるっていうふうに思いました。はい、ですね、まあ、俺も副キャプテンだからまあ平じゃんあれ平だから多分副キャプテンが全然なんか言った方がいい。あ、そうかそうか、動かされてまあでも、まあ、責任持ってやろうっていうところはあると思う、ね、うん、感じ取るもあるしね。まあ練習のね、たびに最初声かけも後期がやると思うので、うん、そうそう、最初のね、はい、こうエンジンして挨拶一言言ってから練習始まるけど、そうって言って入っていくんですか、後期、はい、まあ徐々にこう言うこともね、アップデートされてハードル上げてくるな、ハードル上げてる、ネタないっすかそりゃそうやな、まあ、あとね、何日あるんだって話だからね、そうそうそう、1年間通してだからね。そうだね、いやユニフォームもさ最初でも1位じゃなかった、そう最初でも5本抜きしたんですよ ね、はい、4位ぐらいやったんですよ、ね、確か一気に抜かれた人、いや最初から上にいたあ俺もあそうそうそう常に上にいた、はいはい、最初から上にいてさらに引き離された形ですごいよね、はい、やってねえ、いろんな選手いて、そうですよ、本当に嬉しかった、
そうですね、ここはね、これ嬉しいよね、嬉しかった、なんかめちゃめちゃでも謙虚に、いや、やっぱ7っていう数字がみたいに言ってたんですけど、ああ、数字が背番号ね、はい、違うぞと、そうじゃない、それだけじゃ1位にはなれない、まあそうだよね、はい、うん、期待してるよね、みたいなね俺らばっか喋っちゃってるけど、うん、喋ってもらいますもん、喋ってもらいます、はい、ちゃんとじゃ対談、これ初めて、ああそうだ、対談形式をね、やったことないの、そう、第1号なんですね、うん、一応まあ全部見てますけど、おぉ、まだよえぇ、ほんとだよ、ほんとにかわいいなもうええかい、知らない、つけられても、愛苦しい、はい、愛苦しいね、出したいよね、これ見てもらいたいよね、そうっすね、そういうなんかさ、内面的なさ部分もさ、ね、聞いてもらってさ、サポーターとかまたね違うファンの方もね、はい、違うチームのサポーターの方とかも見てくれると思うから、森田浩樹、そうなんですね、プレーを知らない人もいるかもしれないですかね、これのチャンネルで浩樹の、まあね、確かに、はい、そうです、トラップとか見てほしいですね、ね、あのね、細かいスペースでターンして、大体俺だったらスネ当たっちゃうトラップショットスネ当たっちゃう、ね、そういうのもね、そう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 、間で受けるのがね、上手だし、まあフロントボランチやったりフリーマンもやったりするしね、そうですね、いろいろ、まあ俺らとポジション、まあ一緒になったりとかもするけど、あと割と勝ち気っていうか、なんかこう、うん、なんていうんやろ、ちょっとふてぶてしさなんか物おじしない感じだから、物おじしない感じ、ね、言われても、うん、イメージ的にね、うん、みたいなとか、ちょっとな、いや違いますとかちゃんと言えちゃうタイプ、あ確かに、僕とかやったら、はいはい、もうその通りですみたいなんですけどちゃんと、いや、そうじゃないですっていうのを、最初僕、その永井さんが就任して、うん、その後期がこう言われた時に、いや、みたいな言い返したのを聞いて、うん、こいつすげえ強っと思った確かに、それ大事、ね、大事なんですよね、自分のは、はい、あるの言えるっていうのは、はい、どうそうですね、なんのやっぱ今年の意気込みっていうかさ、まあそうですね、まあ、3年目なんで、まあそうだね、1年目2年目とはちょっとわけが違うし、うん、まあ、チームの中での役割っていうのも、うん、まあ、あると思うし、まあ、去年昨シーズン J1 に上がれなかったし、うん、個人としても、まあ、試合には出てたけど結果は残せなかったし、うん、っていうのも考えると、やっぱ今年、まあ、試合に出ても出なくても、まあ、このチームが J1 に上がるために、まあ、自分が何をすべきなのかっていうのはしっかり考えてやらなきゃいけないのかなっていうふうに思います、うん、素晴らしいね。って言っても、まあ、まあ、サッカー界で言ったら若くないって言われちゃうかもしれないですけど、あ、まあね、でも21で大学3年の年なんですね。そうですね、何してた大学3年の頃、いやもうバランスほじってたでしょまだ中学生までとかじゃなくまだほじってんのそれねえ、そのね、そこでチームのためにって結構やっぱ、まあ、それも大事なことな、そのなんていうんですかね、自分がっていうのも、まあ、なきゃダメな部分だと思いますけど、うん、ちゃんとそこでチームのことも考えながらできるっていうのは、そうだね、すごい大事なことなので、うん、やっぱまとまらないと、うん、絶対昇格できないですからね。そうだね。ということで、うん、もういよいよ J リーグ、J2 リーグが開幕なんですよね。もうって感じだよね。早いよね。めちゃくちゃ早いです。なんか、まあ、今年はオフもちょっと短、ね、例年に比べたら短かったし、始まって、まあ、ベルディグランドトレーニングして、キャンプ入って、うん、あっという間だよね。いや、本当に早いなと思います。うん、で、その開幕の相手が、うん、小池純喜フルス、愛媛 FC。愛媛 FC だね。はい。そうなんだよ。ホームでね。ホームで。はい。いや、楽しみだな。まあ、去年も、愛媛相手に、俺ゴール取って。ああ。しっかりと、うん、で、一昨年も、はい、愛媛相手に点取ってる、はい、フルスキラーです、うん、で、3年前は愛媛でヴェルディに点取ってる、フルスキラーフルスキラー、何これ、もうだから、何かカードが出たら絶対フルスキラーっていうのは、なんか、僕は発動する、だからね、やっぱフルスだしね、ここ3年連続で取ってるし、ぜひともね取りたいよね、ゴール取りたいし、まあ、今でもやっぱ変わらずさ、いつも古巣相手にさコメントするときは言っ
言うんだけどさ、変わらず今も気にかけてくれる人いっぱいいるし、まあね、なかなか今こういう状況でさ難しいけど、やっぱみんな楽しみに待ってくれてるからさ、そうですね、まあ、頑張ってる姿とか成長してる姿を見せつつ、でも勝つのは私のリーダーだと、はいはい、それは見せられればいいなと思うんだけど、ここまでハードに積み上げてきてるので、うん、もうこれを本当試合にしっかり出して、うん、見てる人を応援してくれてる方々に、うん、すげえ楽しいなって、うん、今年のベルディのサッカーすげえ楽しいなってやっぱ思ってもらいたいんで、うん、ただそれはやっぱ結果が伴わないと、そうだよね、うん、いや自己満で終わっちゃうと思うんで、うん、しっかりこのサッカーを体現しつつ結果につなげたいなと、うん、もうそのためにやっぱ森田幸喜の力が必要になってくると思うので、そうだよね、確実に、はい、開幕戦ゴールもね、もう多分イメージできてんじゃないかなと思うんで、できてるね、できとけできとけって何回言ってあの一昨年のあれですかね、カットみたいなずっとみたいな あったね、いましたね、うん、そうか、どんどん出してほしいし、うん、良さはね、どう開幕戦、開幕戦どう、緊張する、緊張するっていうか、なんか特別なある、いや開幕戦出たことなくて、あ、出たことない、一回目だね、去年も一昨年も出てなくて、だって最初怪我してて、あ、そこ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 怪我した、だから僕そこで会えなかったんですよ、逆に開幕が徳島のホームでだったんで、まあ、後期来てないなと思って、寂しかったです、初めて会えなくて、ね、まあね、ちょっと寂しいですね、そこ、じゃあそういう意味では、まあまだね、わかんないけど、みんな誰が出るかなってわかんないし、ね、ない初めての開幕戦出場になるかもしれない、はい、そうですね、そこでね、初開幕、初ゴールを、去年ね、やっぱ点取れなくて悔しかったって話をさっきしてたし、いや、もうとにかく結果にこだわって、うん、ベルディのサッカーを皆さんに面白いなと、お見せしたいなと、うん、そして、まあ、かなり、なんていうんですかね、コロナがまだ落ち着いてはないので、ね、すごい、うん、まあ、皆さん、こうなかなか気軽に、いや、ね、もうどんどん来てくださいっていうわけじゃないですけど、うん、できるだけその状況の中でも足を運んでいただいて、うん、ベルディのサッカーを、まあ、目の前でね、はい、見てもらえたら嬉しいなと、ぜひ思います、ぜひアジスタに来てください、よろしくお願いします、お願いしますさせないかなびっくりするくらいさせないと声出なかったです頑張ります。